あ、どうも。あ、どうもどうも。どうもどうも。9月。9月ですね。うん、早いね。セプテンバー。まあ、セプテンバーですよ。セプテンバー。Do you remember ですよ。ね。うん、なんだっけ、あれ、アースウィンドアンドファイアだっけ。そうですね。流行ったよね。流行ったね、うん。セプテンバー。チューリップにもあるんだね、セプテンバー。セプテンバー見ながらね。結構、スミレセプテンバーラブだもん。あ、そうだ、スミレセプテンバーラブ。あれ、売れたよね。売れたね。セプテンバーか。9月、何の思い入れもないね。全くないね。全くない、うん、知り合いも、うん、この9月に生まれたやつって知らないな。 A ちゃんだね、矢沢永吉さんがね。そうなんだ、9月生まれなの。そうですね。へ、そこだけはまあ、あれですね、お答え事としてはね、はい、A ちゃん信者だもん。そうですね。9月は何がうまいの、小太郎くん。食い物、うん、牛丼かね。なんだろ、一年中それじゃない。サンマじゃないの。だってもう秋なんでしょ。サンマだってもう今8月に食わされちゃうもん。そうか。もう絶対食わないようにしたんだけどさ、うん、最近どうでもいいやと思って食っちゃうんだよね。出てると9月、9月から秋っぽいよな。いや、もうお盆は過ぎたら秋だからさ。あ、まあそうだけどね、うん、レイも帰っちゃったでしょ。みんなみんな帰ってるよ、もうお墓に。そう、じゃあセプテンバーはもうレイなし。レイなし、ノーもノー、街にはノーレイ。そうか、そう、あるのは俺たちの地獄のツアーの後半戦だけですよ。あと肉体的な疲れとね、肉体的な疲れ、これを超えて。そうですね、うん、大変ですよ。まあライブはいいじゃん、うん、楽しいから。そう、本番始まるまでだよね。確かに、ね、あの楽屋のね、疲れ満載のね、満載楽屋ね、ほんとみんなに見せられない感じになってるもんね。みんな出てて立ち位置につくと平気なんだよね。そう、確かに。同じ人物って思えるような感じですね。ぐったぐだでね、もうね。スーパーマンとかバットマンも自宅じゃヨレヨレしてんだよね。まあそりゃそうだよ、いつもシャキッとしてないよ。本当か、本当、絶対そうだよ。ね、メールが来てますか。はい、はい、お二方どうも。シーズン1よりお付き合いさせてもらい早8年、お大崎のジャック・ニコルソンと申します、うん、これじゃダメだ、もう袋を聞くのやめようと何度も思いましたが、うん、気がつくとまた聞き返しています。なんでやめようと思うの。あれなんじゃないの、うん、時間もの無駄。いや、まあ、それ確かにね、人生台無しみたいな、うん、前回は2016年の正月から聞くのをやめましたが、うん、結局今年のゴールデンウィークにはまたドゥーザダウンロードしてしまいました。はは、残念なのは武道館決定の発表の回を聞いたのは先月、完全に武道館に向けての盛り上がりに取り残されてしまいました。何やってんだよもう。お二人のトークには中毒性を感じるんですが、うん、楽曲には相変わらずです。なんだよそれ。お年玉キャンペーンで世界を止めてをポチりましたが、それきりです。なるほどね。前置きが長くなりましたが、うん、私は最近新しい袋との付き合い方を見つけました、うん、これで普通でも楽しい袋が3倍楽しくなります。おお、それはホロ酔い袋です。ヨタ、うん、話が多いので聞く方が真面目なままだとギャップを感じることがありますが、こっちがホロ酔いだとどうでもいいことがものすごく楽しく聞けます。シラフでは気づかなかった新発見もあり、なるほど、笑いを我慢できず声に出して笑ってしまいます。一番は夜道をふらふら歩いている時です、うん、すれ違う人が明らかに不審な目を向けてくるので注意が必要です。なるほど。あと電車の中も要注意です、うん、まだ電車の中ではなるべく聞かないようにしている。なるほど。どうやら袋に対する有効な解毒剤はなさそうです、うんうんうん、私の中ではまだ武道館は終わってません。いいね。どうなるのか楽しみです。いいね。これからも健康に気をつけ、ギスギスした日本に害のない笑いを届けてください。はい。お年玉キャンペーンがあったらまたポチりますと。なるほど。ジャックさん、へえ。なるほどね。ね、ちょっと飲んで酔ってから聞くとまあいいと思いますよ。新しい発見があるという、うんうん、今度俺も酔ってやろうかな、この番組。酔って取る。コウタロソニーにね、プシュプシュぐらいじゃね、まあ、酔わないっつうの。古市さんはそうだね、すごい肝臓の持ち主なんだから。そうだね、ジョニーサンダースか俺かって言われたの。ほんだよ、やばいよ。腰だけで痛いの。俺も最近腰痛いんだよな。来るんですよ、ガタ。ちょっと痩せたからだよ。いやでも軽くなるから腰は負担が減るわけ。いや、背が高いからだよね、これ、ね、それはね、一番だよ。あ、そうか、もう人生50年過ぎてんだからさ。本当だよ、腰の方だってね、うん、ガタが来てる、うん、加藤さん、小田さん、どうも。はい、雪のびと申します。どうも。8月2日配信の板橋グレートハンティングにおいて、うん、武道館ライブの際に客席でビロンビロンに酔っ払った滑舌の悪いおじさまが、うん、慢性橋慢性橋と口走っていた件ですが、うん、
おそらくそれは岩手の幸太郎さんの関係者ではないかと思われます。自分は北上市在住ですが、この町で万世橋といったらタクシーでただ万世というだけで連れて行ってもらえる小さい町のくせに大きめの飲み屋街であります。へえ。酔っ払いの多い町のご多分に漏れず、自分も武道館に行く車内において、東北自動車道のサービスエリア売店にアルコールがないことに文句を言いっぱなしでした。へえ。長いツアーも半分過ぎました、ご自愛くださいと。なるほど。そもそも万世橋ってあるね、なんかね、あったね。これだけね、覚えてんだ、その万世なんか覚えてるね。あれ万世橋って言うんだ、知らない。確かに今ちょっと思い出した。それ繁華街なの。うん。へえ。まあ寂れちゃったけどね、もうね。でも飲み屋街なんだ。そうそう。へえ、そうなんだ。だからって万世橋って叫ぶ必要はない。いや、そこででも万世橋って言ってもな。小田君ってから思い出してほしかったんだよ、暗号的に。だったら知床とか言ってもらった方がいいよ。いやいやいや、じゃなくて万世橋って言った時に小太郎君が嫌ってくるんじゃないかなと思ったんだよ。それあの沖縄の池袋ってやつね。まさにそういうことだよ。そういうこと、そういうこと、そういうこと。そっか、絶対万世橋ね、繁華街があんだよ、万世橋。下若近辺在住の P、はい、50歳日野上山さん、P 歴何年でしょう、年を取るの早いもんです。酒は飲まないんですが、帰りが遅くなった時には下赤塚駅近辺のキャバクラやガールズバーでウーロン茶とともに延長指名なしで世界を止めてを歌って帰ります。本当は頼れる男を歌いたいんですが、カラオケに入ってません。何とかしてください。ないんだ。この人はね、高島平に住んでるんだよと付け加えることも忘れません。へえ。お嬢たちはいい歌だと一様に好反応です。山下達郎の実家が実は東武練馬だということは打足だから付け加えておきます。しかしながら近日ハローハリネズミのロケ現場となり、ゆうた、山口智子、深きょんなどがバッコする池袋なります館で最も地味な駅下赤塚にもわずかな光が差し込んでいます。下赤塚商店街の中ほどに東日本大震災に耐えたのが不思議なほどの妙なビル、3、4階建てで妙に郵便物の少ない雑居ビルの最上階に赤塚探偵事務所の文字がかけられています。東京大仏にお越しの際はぜひ足を運んでください。北口駅前にはもちろんマンションもございます。駅前のパチンコ屋はご存知かもしれませんが、昔はボーリング場でした。北口駅前のタバコ屋さんは写真屋さんでしたが、今はタバコ屋とイベントスペースとして網紐教室や英語教室などやってる始末、落日の下赤塚には夕焼けが生えています。ネイルサロンの戸和、安物医療の野戸屋、美味しいお餅の佐渡屋、美味しいパン屋の県、南口駅前の立ち飲み屋では、育児を放棄したママたちが男のぬくもりを待っています。男のぬくもり。下赤塚商店街の中ほどの一本堂の角を左に曲がると、右側にフィリピンフードのお店があり、短くて太いフィリピンバナナが売っています。小生30年ほど前は下赤の地を離れ、マニラの街でジャパユキさんと共に遊びまくってこの始末です。ザ・コネクターズの歌がこれにしてみます。高校はエゴダにあり、駅前のなんとか虫で中古 LP を漁って、その中で出会ったのがジャニス・ジョプリン。ジャコバストリアスのベースを聴いて、お茶の水 ESP でカスタムベースを作り、フレットレスのベースのチョッパー、という妙な奏法でマイケルセンカーグループのベースソロを弾きました。謎だね、それ。そこで終わっちゃった。ここで終わってんだよね、メール。どうしたんだ、倒れたんじゃねえの、こいつ。まあ、下赤塚といえばね、コレクターズといえば下赤塚だからね。下赤塚で、孝太郎君が一番職質される場所だもんね。そうね、俺の職質タウンだよ。そうそうそう。なぜかというと、ね、北に向かうツアーは必ずあそこが集合場所だから。そうそうそう、集合場所はあそこの、なんだっけ、あの薬局の前だよ。パパス。パパス前集合だね。コレクターズはパパスからスタートするね、ツアーは。で、あそこのパパス前のガードレールに座ってて、パトカーが U ターンだからね、毎回。すごいね、この人。マニラで遊んでたらしいよ、小田君。まあ、小田君の友達いっぱいいるじゃん。俺の友達みんなマニラマニアだから。ねえ。どっかで聞いてる名前だから。なんか、ムーンライトズのアルバムみたいなんだけど。本当に。面白いね、ジャコパス風にさ、小太郎くんさ、フレット抜いちゃってさ、フレットレスに変えてさ、ベースをだよ、で、マイケル・シンカーやるってどういうことなの。まあ、いろんな人がいるんですよ。そう、チョッパーで、チョッパーやるのでフレットなきゃダメでしょ、みたいな。まあね、確かにね。何考えてるのか、ね、そっか、島岡津かな。でも、こういう人が住んでるよね。
いや、ほんとさ、申し訳ないけど、エリアエリアでさ、やっぱりそういう人が住み着くね。そうね。うん。やっぱ高級なところには高級な人しかいないじゃん。そ, ね、そこに紹介されてね、これ能登屋ってお店知らないでしょ、小樽くん、医療、医療やってる、もう靴下5円とかの世界だよ。でもね、うん、俺の友達のスタイリストがね、うん、買い出しに行ってたよ、能登屋、うん、すんごい安い。そういうのが必要な時もあるわけよ。あ、逆にね、逆にそれはそうかもね、うん、だから大体ね、いる人がね、外国人だね。高島平にもあるけど、なるほどね、うん、もうほんといろんな言語が飛びまくってるもんね。それも池袋も最近すごいよ、いろんな言語が。まあそれだね、池袋もすごいね。違う言葉同士で話し合ってるやついたんだよな。マジか。お互いに理解してんのかな。ダメでしょそれ。でもそれ真剣な顔でやってんだよ。マジで。うん、片方、まあ、両方の言葉俺分かんないけど、明らかに違う国の言葉同士で会話してんだよ。睨み合ってる猫と犬みたいになってるわけ。もうそれでもちょっとちょっと仲良く話してんだよ。でも、でも仲良く話してる、うん、だからヒアリングだけはできないかもしれない。なるほど、聞き取れてんだ。うん、それハブで飲みながらやってんだからさ。マジか。でもさすがにさ、あの池袋はさ、うん、こう街がでかいからさ、うん、こういう感じ下赤塚みたいにはならないじゃない。まあね、まあちょっと外れるとあれだけど、下赤塚な、うん、多いよ下赤塚の方。だから板橋のさ先っぽの方、下赤塚好きだな俺。好きなの。好きだね。小田君なんかさ、そういう大山とかさ、なんか、なんていうの、うん、あの沿線割と愛するよね。まあだから、大山のさ板橋とかね、まあ、なんていうんだろうな、遊んでたから。そんな遊んでないよ。だって大山ぐらいまで来た。大山は友達がいたからね。あの、しょっちゅう行ってたけどね。あとマクドナルドがな、ほら、大山に言ってたね、にあったので行ってたよね。あとハッピーロードだっけ。ハッピーロードね、あの、でかいアーケード街がね。そう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 、あれ、かなり昔からあるんでしょ。あるよ、俺、子供の時からあるよ。アーケードって初対地見るよね。え、初対地見るよね、ちょっと。まあまあね、まあね。たださ、昔はさ、うん、あの目白なんかでもそうだったけどさ、商店街っていうか、そのお店があるとこ、さ、屋根あったよね、みんなね。あったあった、なぜかね。うん、あった。今なくなったよね。なくなった。あれ雨の日は良かったんだけどさ、そうそうそう、日がささないもんね。そう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 、日がささない、確かにそうだね、うん、なんか暗い感じなんだよね。で、余計に寂れた感じになっちゃうんだよね。そう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 、確かに。そっか、うん、下赤塚もでもいいね。また成増に行くとちょっと違うんだよな。成増はね、ちょっとまたね、違うんだよな。ね、うん、不思議なことにね。そうなんだよ。下赤塚までかな。うん、そういう感じがする。なんか心に染み入ってくるの。なんかこうね、雑多感がね。うん、そう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 。ちょっとアジアっぽい感じもあるし、昭和っぽい感じ。あの雑多感がね、結構俺好きなんだよね。不思議なんだよね、あれね、本当に。で、あれで成増越えるとさ、もういきなり埼玉県入っちゃうじゃん、うん、そうだね、和光になったら全くないからね。ないね、うん、あそこのさ、いつも俺ここの中華料理うめんだよっていうところ。ああ、いやいや、あれ、あれ和光、あれも。あそこはね、成増、まあ、ギリギリだな、小田君が。あの、ニトリ、ニトリの方だよ、ニトリの手前だよ。 あそこね、道路挟んで向こうがね、和光とかね、うん、なりますとギリギリのところなんで。分かる、あの小さい店。かるよ、あそこうまいんだよ、見えて。本当うまいの。一回行ってみてよ、うまいから。川越街道沿いですよ。そうそうそう。俺ニトリ行く時寄るんだよ。うまいんだよ。近いもんね。うまいのよ。何食べてんの、そこ。ラーメンとかチャーハン。ふう、普通の中華料理屋だね。そうそうそう。うまいよ。ちょっと訪ねてみるよ。ぜひ訪ねてほしいんだよね。小さいよね。ちっちゃいよ。ね。ちっちゃいですよ。え、偶然入ったの、あそこ。ここしかねえかっつって言って、まあ、ないんだもん。確かにない。確かにない。で、危険を感じたんだけど、うん、行ったら美味しかったんだよね。確かにあの辺は店はあそこしかないよ。うん、何にも入ったなと思って、腹減っちゃってさ、そしたらうまかった。うまかったんだ。へえ、たまんないよね。そうなんだ。あのニトリの手前のあたりとか すげえ自転車放置してない。めっちゃひどいよね。ひどいやね、あそこひどい。なりますもんね。うん、何の話してるかって感じだけどこれ。面白いじゃん。そうだよな、すごいんだよ。あそこまた行きたいな。でもデスパないからな、今な、行けねえんだ。あ、そうだね、あそこちょっと駅から歩くもんね。うん、デスパってなんでもちょろいように行くの。あそこバイクがあったらあっという間に、ちょろいよ、小田君の力だったら。エストレアだったら余裕だったね。まあ余裕だよ、あっという間だよ、15分だよ、うん、行く価値あるよ、あそこ。あ、そう、うん、よく通るんだけど、まあ、あそこさ、車止められないじゃん、小田君。ニトリに止めて歩くしかないじゃん。チャリンコの時食べてよ。行かねえよ、あんなとこまでチャリで。
じゃあバイクだな、バイクの時。うん、バイクはね。うん。あそこでもなかなか結構通んないんだよね。いや、歩道に止めていいからさ、あそこ。まあ、あそこだったら。うん。通んない？あんまり通んない。あの、川越街道のあっち沿いは。そっか。うん。ちょっと違うね、エリアが。まあね。あの、あのニトリも行かないの？行くよ。じゃあニトリと組めばいいじゃん。あ、ツアーとしてね。そう、ツアーとして。なるほど、ニトリに行ったら、うん、もう寄って食べて。昼飯でニトリ、名前食べたからニトリいいんですよ。ニトリ行くとかね。うん、あのニトリ混むんだよ、小田君。知ってますよ、あの人はプロだよ、俺。結構駐車場が入れない。あ、そう。うん。だって今はうちのメインで使ってる、そう、あそこのニトリだよ。あ、そうなんだ。うん、じゃあ、近いじゃん、小田君。運んでくれるのすぐでしょ。そうだね。でもね、その時ね、その商品ちょっと待った。なんで人気あった？7月に買って、9月だもん、納品。あ、ずいぶん遅いじゃん。うん、人気の商品ってこと、これ。わかんない。お値段以上だよ、小田君。お値段以上だよ。いや、でも、今使って1年ぐらい経つけどね、お値段以上感じてるよ。マジか。どういうとこに感じてるの、お値段以上。よれないんだよね。あ、あれがクッションとか。うん、あ、それいいね。うん、かといって、その、硬いとかじゃなくてさ。でも小田君さ、家具屋とか行くとさ、もうさ、うん、下手するとさ、10年保証とかさ、うん、年齢考えると、もう一生保証みたいになっちゃうよね、まあまあ、そうね。俺今あのソファーに寝転がってね、うん、ドクター X 見てるのが一番幸せなんだよ。あ、そうなんだ。ニトリ推しだね、随分。ニトリですよ。さすがも値段以上。値段以上だよ。あ、そうなんだ。今あれで俺は夜にさ、そのグッバイジョニー、うん、あの、ジョニクド飲んでる時に、はいはいはい、部屋で使ってる間接照明だってニトリだよ。随分ニトリ推すね。俺そのニトリにソファーで入った時に、うん、ついでにいろいろ買うの好きなんですよ。あ、わかるわかるわかる。あと、ニトリの力入れてるよ、最近ね。あとね、風呂場のね、椅子あんじゃん。うんうん、あれもニトリだよ。風呂場の椅子ってことかに、あの、プラスチックの椅子。そうそうそう。しかも、あれニトリにこだわってるの。しかも、ちょっと高さがあるんですよ。あ、選べんの？高いのよ、だから。普通、あれもうさ、座る。結構低いじゃん。低いじゃん。うん、だ俺の人ともう背も高いし、ダメだと思って。ニトリやったんだよね。高いのが。高いのが。マジか。ニトリですよ。いいね、これニトリ高太郎だね、もニトリだよ。へニトリ高太郎ってやめてくれ。デスクワークの時の椅子だってニトリなんだから。コマーシャル出た方がいいこと、ニトリの。ニトリのね、うん、お値段以上。まあ確かにね、あの IKEA とかと全部組み立てなきゃいけないしね。そうなんだ、ね、俺それでね、あのクローゼット買ったんだけど、ね、うん、であれさ、引っ越しの時にさ、もう持ち帰れないように、あの、引っ越せないように作ってんだよね。そうだよ、あれでっかいからね、IKEA のやつ、うん、スウェーデンサイズだから、あんなのさ、入んないから、玄関から。中で組み立ててぶっ壊して帰るってこと。そうそうそう、だからね、ニトリがいいんだよ。ニトリはね、で、日本の間取りをちゃんと分かって。さすが、押してるね。ニトリだね。時計もね。時計もニトリ、うん、壁のね。あー、クロック、うん、ウォールクロック、うん、で、俺、その時に壁にかかってる時計をね、その何種類かあるじゃない。あるね。で、最終的に2つに絞られたんだよ。あ、どっちか。どっちにしようかなと思って。A と B ってやつ。なるほど。俺 A 買ったんだよね。で、いつも行くらめたら B がかかってたんだよね。そこも店内改装したばっかりさ、新しくなっててさ。なるほど。二度で買ったかと思って。なるほどね。随分影響されてんだよ、小樽くん。二度ですよ。そうなんだ。まあ、行きやすいんだよね、またあそこが。そう、あそこ広いしね。そう、広いしさ。すんごいでかいしね。頑張ってるね。真夏のニトリね。これ大塚家具にも頑張ってもらわなきゃダメだね。真夏のニトリでね、パッて出てくるじゃん。駐車場に出るときに、なんかこうプールの帰るような気持ちになるんだよね。ずいぶん遊んだね、小田君。ずいぶん遊んだよ、これ。わかんないんだけど。中で何やってんの？あの違う、ね、真夏のプール帰るって相当疲れてるよ、これ。周りの緑がそうさせるんだろうな。なりませんね。あの緑が多分そうさせんだよね。分かった、小田君。あの緑はさ、うん、森林公園かサマーランドだもんね。そうなんだ、あれがね。あれはそうだ、孝太郎君イメージぴったり、うん。あれがそうさせるんだと思うんだよ。ちょっとさ、周りが緑で、ちょっと曇ってるとこにあるんだよね。ヒヤッとするんだよね。ヒヤッとする。ちょっとリゾートっぽいんだよね、これ。そうだ、そうだ。旅行に来てる気にもなる。さすが、これ都内の人行った方がいいよ。これ赤羽店じゃね、味わえないから。ダメダメ、赤羽も行ったけど、全然違うんだよ。行ってるね、もう大手全部攻めてんじゃん。赤羽もダメ。赤羽でも広いでしょ。広いけどダメ。でもあの、その森林がないもんね。森林がないし、なんつうんだろう。殺伐してるよ、そうなんだよ。あそこ最高。いや、孝太郎君言ってることすっげえよくわかる。あそこのニトリなんだよね、行くなら。わかるわかる。何はそのニトリは緑に隠れてるからね。そう。
あ、プールの帰りを感じんだ。行くならあのニトリだな。ずいぶん楽しんでるね。楽しむよ。すごいよ、ほんとこれ。俺好きなんだよな、買い物して住所書くとき。箱でもらうのに。好きなんだよね、プロなんだよ、相手もね。ずいぶんだね、これ。ニトリの人喜ぶね、これ。喜ぶね。はじめまして、はい、P 歴はまだ数ヶ月の新参者、うん、大阪在住カズと申します、はい、ゴリゴリの P である友人の影響でコレクターズの音の虜になりました、うん、関心だね、3月の武道会もその後の大阪での武道館上映会も行きました、うん、コレクターズに出会ったばかりなので上映会でのアンケートは、うん、今後ホニャララに丸だらけでした、うん、武道館にリクエストしたアルバムロールアップザコレクターズ、うん、上映会会場で武道館ブルーレイと少しずつ更新中でかなり出遅れましたが、うん、この度ようやくボックスセット購入、おーすごいね、本日手元に届きました、うん、リーダーと小太郎さん承認あ了承済みのぐるぐるさんでポチった、うん、ところが開けてがっかり、うん、ボックスの角が潰れてました、ぐるぐるぐる何やってんねんだよ、ほんとアマゾンみたいにね、うん、アマゾンだってあんなちっちゃいのにさ10倍ぐらいで運んでくるもんね、でっかいで運んでくるね、確かに、ですがこれはいよいよ在庫残りわずかであることを意味しているかと思いました、大量に積み上げていた在庫の一番下にあったのが、うん、重さが潰れてしまっていて、うん、上から順に巣立ちその一番下のが私の元にやってきたのか、いい解釈してくれるんだよこれいい解釈、いい人だな、いい人だ、私のようについぞ最近コレクター続けになった方に、うん、亡くなっちゃうよと伝えなければとメールしました、うん、なるほどいい人だな、30年ずっとファンだった方々にとっては家宝となることと思います、なるほどね、私のような最近出会えた者にとってはこれから30年の音をじっくりたっぷり楽しめるまさに夢の音のおもちゃです、そうだよな、今からベートルズ聴くっていいもんね、そりゃすごいよ、今ツアー大阪と岐阜に行きました、うん、今後は京都大阪中野と行く予定です、なるほど、リーダーがどんどん痩せてきてるのが気になるところ、これはいいんですよ、痩せようとしてるんだ、しょうがないもん、血糖値高いんだから、長いツアーどうかお体ご自愛ください、はい、追伸、影響を受けたゴリピーの友人が、うん、今ツアー前にダダのワンピースを見つけたと、ふーあるんだよ、今ライブに着ていこうとウキウキで購入したんですが、うん、まさかのリーダーの衣装 と丸かぶり、着ていくことに躊躇していました、白黒だからね、うん、彼女は今コンツアーのライブにすでに行きまくっていますが、うん、まだ一度しか来ていない様子、へ、どうかリーダーの口からもっと来ないよと言っていただけたら幸いです、いやちょっと後半は違う衣装で行こうと思ってんだよね、もういやダダのワンピースいいじゃん、俺あれ好きだよ、いいよね、うん、ダダあれは俺じゃない教授だからね、教授か、そうかそうか、三面教授、三面教授だから教授、今は怪獣になっちゃったけど、ね、ダメなんだやっぱり、どうだろうね、いいと思うけどね、うん、潰れせんので統一してないのめんどくせえから、いや結構なんかいちいちクレーム入れる人いるんだよ、小田君だってさ、被爆もそうだもんね、そうダメだ、被爆政治もそうだもんね、そうで暑いぜ熊谷あるじゃん、 あれもクレームだもんね、今年で終わりなんだよ、そうだよ、しかもなんか市の方にクレーム入れたやつがいるらしくて、不動産業界なんだよ、わかんないんだけど、でそれがね、うん、だからだって暑いのやっぱ売りにするのもいいじゃない、暑いんだから、でもね、うん、暑いから住みたくないっていう人が多いらしいよ、小太郎君だったらどう、俺全然気にしない、全然気にしないよね、うん、むしろなんかさ、うん、年前のコマーシャルみたいで面白いじゃない、うん、全然気にしないよね、ね、うん、で他にさだってさ売りがあるわけじゃないじゃん、別に海岸が美しいビーチがあるようなところでもないしさそうねそれいちいちね、クレーム言うやつがね信じらんない今ね、国宝で売るんだよこれ、ね、そこにさ対応しちゃうんだよね今ね、そうなんだよ、だからいちいちねクレーム聞いてんなっつうの、うん、そうそうそう、うるせえってやんだよね、うるせえってやんだよ、そいつの機嫌が悪いだけなんだから、そうなんだよ、金ないかね、金がない、そうそう金がないとねちょっとクレーム言いたくないよねこれからね、金がないんだよね、居酒屋でうるさいからね、そう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 、給料下がったからね、給料下がったから金ありゃね、いや暑いといいじゃないってなるもん、暑くなっていいよっていう、うん、自分ちが涼しいんだからね、そうそうそう、いいじゃんいいじゃんってなるんだよ、だ金ないとね、そう金がないとね、暑いってもう市役所だっつってね、そうもっと大きくなってよ、ほんとコレクターズは武道館のねライブ像が発売しております、はい、これはなかなかね、うん、評判ですよ、もう少し売りたいんだよね、まあ、世界的にも評判ですからこれは、世界的にもね、いや結構でも本当にいいですね、そう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 、うん、そしてですねコレクターズは22枚目のアルバムロールアップザコレクターズに伴うツアーを行っておりますね、はい、残り13本です、いよいよ9月の15日の、広島のセカンドグラッチから再開します、広島だ、はい、
来週だね。来週だよ。また山磯さん行けねえな、これ。次の日で博多だ。あ、ほんとだ。一回ね、会社訪問したかったんだよ、これ、ね。マネする？マネして行く？うん。行かないと。一回ちょっとご挨拶行かないとまずいよね。まずいよ。俺とこうだろ。お世話になってんだよ。特に俺と孝太郎君だけでもね、うん、そうしようよ。そうしようか。うん、うん、ですね、はい、ワンフーのお知らせがちょっとあるのかな。そう、あのアルバムがですね、9月の16日、はい、日本フレーバーっていうね、こうワンフーが日本語で歌ってる曲をですね、はい、集めたアルバムが出ます。なるほど。ディスクユニオンだとね、ステッカーの特典がつきますね。ほうほうほう。他はそのままです。なるほど。はい。じゃあディスクユニオンで買うのは、まあ、特策といえば特策ですね。まあ特策だね。こちらグルグルの方にはおろすんですか。グル、わかんない。なんかね、あの石川君にお願いしちゃった。あ、ディストリビューションが、うん、なるほどね、うん、じゃあアマゾンが止まらないってやつですね。アマゾン、まあ止まりっきりなんみたいだけどね動いてないって感じで、まあ、なるほど。小田君、アマゾンが止まらないって電話来たからね。あ、そう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 。ビザールメンの時ビザールメンは売れたんだよ。アマゾンが止まらないっていうね、名言残したもんね、あの男。そうなんですよ。あ、アマゾンが止まらないって、でも我々的にはすごく嬉しい響きだよね。めっちゃ嬉しいよ。予算余ってるって次ぐらいでいいね。ほんと思ってる。予算余ってるね。はい。9月の90は、カズドロック芋2回。はい。福島、白川ですね。はい。あります。我々コレクターズは9日13時から、リーダーがいますシーチキン兄弟は、2日間ともやりますね。そうなんですよ。2日目のもうね、午前中からやるみたい。うん、9月13日にはですね、秋松根夫さんが仕切りましたティリックスのトリビュートアルバム、はい、これはリリースです。リーダーも参加しております。歌ってます。そして9月26日には、古市光太郎プラス山口博士で吉祥寺のスターパインズカフェに登場します。うん、よろしくどうぞ。はい。詳しくはですね、うん、コレクターズのオフィシャルサイトなどで確認していただけると幸いです。はいはい。このポッドキャスター、スタジオ M 王子の音楽誌ドーナツのサイトからダウンロードしてください。写真館アーカイブもあります。毎週セブ更新 PML 袋24 @gmail.com こちらでお待ちしております。はい。それでは、まあまだまだ暑いはずですが、うん、ご自愛くださいと。はいはい、ね、また来週 Do the download Do the download 池袋交差点24時。